こっからさあ、いい感じいい感じいい感じ。さあ包み込んで、こんにちは、ケイドラです。今日は進化神化のアミダ使っていこうと思います。まず進化の方なんですけど、まあ主にやっぱ友情底力の火力みたいですね。めっちゃ強いの湧いてたんで、これ使っていこうと思います。では行きましょう。まあ読みで使うんですけど、ただね、やっぱ友情底力の発動条件が本当に厳しいです。HP50% 以下じゃないと発動しないんで、まあ、今回はわざとは狙わないです。で、発動したらラッキーレベルでいきたいんですけど、結構ね、その待って発動しても、あ、すげえ一手抜けできた、まあ、ゆうくりのおかげですね。あの発動できたとしても、一旦でも効果ほぼなくなっちゃうぐらいの多分敵の耐久値なんで、ちょっとね難しい。この友情、このアビリティか、ちょっと難しすぎる。あ、惜しかったね、今。ワンチャンいけたな。で、なんかダメージをとか、焼けて、なんか、事故った時に、発動したらラッキーレベルで捉えますね、今回は。これ、超 AGB はやっぱ便利。本当にね、最近超 AGB のキャラ増えてますけど、超 AGB って強いんですよ。加速幅は広いし、それによって、なんか殴れる回数もさ、シンプルに増えるから、もう超の中でやっぱ一番強いなって未だに感じますね。超系の中では。友情を触れながらやったらワンチャンいけんのかな。あー、惜しい。 3P も拾ってたら言ってましたね。まあ属性倍率アップのグエスなんで余計に結構強いんですけど、普通に今ウリエルが強かった。ウリエル強かったね。さあ、中ボスでございます。友情底力はほんとちょっと、発動条件が厳しすぎるんですけど、最近やけに増えてないですか？なんか多くないですか？最近めっちゃ。めっちゃ多い気がする。そっちか。まあ普通になんか友情だけでやれてますね。結構削れてる。まあシンプルに全敵友情は強いからね。シンプルに強い。今も昔も。で、しかも貫通するんでね。開幕の攻撃が一番強いんですけど、これとか結構火力出るんじゃないかなと。出てます、出てますね。今 3P がめっちゃ強かったから出てましたね。敵が多いほど進化を発揮する友情コンボなんで。まあ無難に強い。ただね、やっぱ友情底力は本当に、もうちょっと緩和してほしいな。で、今回どこで使おうかって結構悩んだんですよ。その、なんていうの、神獣のウィルの3とかでも、ちょっと、これ使う前にやってみたんですけど、友情底力全然発動できないし、読みでも本当に多分できないので、ほとんど使うところが難しすぎる。現状はダメように焼かれたらようやくなんか発動できるぐらいですよ。ダメを2面出ます。これで1回だけ焼けたら多分超意外だと思うんですけど、ちょっと危なすぎるか。それはフォーミングで、あと一発ぐらい欲しいな。これで発動できるかな、やっと。多分。まだか、まだか、あと一発か。しゃあない。OK。発動しました。当てに行きます。やばい、なんか反射してやばいことだった。反射してやばいことだった。まあしょうがない。いきます。これは 4P。 おお、今弱点ほとんど拾ってないと思うんですけど、まあ、やっぱ 1.5 倍の火力はシンプルに強いですね。
ただこれ移動したらもうほとんどなくなっちゃうんで、これが効果がなくなっちゃうんで、ここですよね、やっぱ難しいところは。うん、ここからもう ほぼ底力発動させられないんで、ちょっと SS を貯めます。インフィニティブレードでしたっけ、なんかすごいですね、これ無限大のなんかモチーフですよね、インフィニティ。で最後近くの敵になんで、まあ、近くに配置しないとちょっとまずいやつですね。まあ、いい感じに溜まってきた。今回属性倍率アップのクエストだから結構友情がなかなか通ってるんですけど、まあ、別に有利属性じゃなかったらそんなにめっちゃ強いって感じにはならないんです、うん、操作を突破しますか。さあ SS 打ちますか。どうしようかな、面白い。どうやって言うとちょっと難しいですね。近くの敵に当てるやつなんで、シンプルにこれでいくかな。入れ番するな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。こっからさ、おおおお、300万ぐらい増えたね。SS やっぱ見たいな、もうちょっと。SS 結構強そうですよね、シンプルで。まあ属性倍率アップのクエストでこれぐらいだったんで、通常だともう少し控えめだと思うんですけど。では次、神化使っていこうと思います。近畿25の5区ですね。攻撃力5000持ってます。では行きましょう。まあ多分、こんなパーティーでやる方はほとんどいないと思うんですけどね。25はシンプルにワトソンがめっちゃ強いんで。まあ、言えても一体とかになるのかな、ちょっと本当に何も話してないんでわからないんですけど。行きましょう。まあ、超マインスイーパー L の火力ですね。そこをやっぱり見たいんで、楽しみです。もともと、いや、強いね。やっぱマインスイー L はやっぱ強いわ。超マインスイー L はやっぱずるいな。2.5 倍ですもんね、4発分。言うたら、4発分は全敵キラー L になってます。シンプルにそれは強い。もうワンパン乗ってるのかな、ちょっと今確認しなかった。乗ってますね、ワンパン。ただね、足がね若干遅いんですよね。若干遅かった。貫通で確か330ぐらいだったかな。うん、バランス型にしてはちょっと低すぎるような気がした、最近ではね。いや本当にあの貫通タイプって390ぐらいだったらまあまあいいと思うんですけど、330はね割と遅い。なんか静か午前ぐらいだった気がする。うん、結構ね動けないですよね。350でもよかったんじゃないかなって思うんですけど、だから過激速とかちょっと欲しいなと感じてしまいます、この足だったら。なんか初動もやっぱ遅いもんね。あの出だしのスピードもちょっと遅い感じするし。ただまあナユタ戦ではめっちゃ強いと思いますけどね。まあ超マインスイーパーがもともとゴーストとかでも強かったんですけど、そこの火力みたいに。失礼、ゲージを外してしまいました。まあサビ以上ね、インボリュートなんですけど、ただねサビ以上あの重心化じゃないんでね、ちょっとやっぱ威力がねそんな決して高くはない。まあ本当に前から言ってるんですけどね、進化神化で出すんじゃなくて重心化で出してほしいですね。限定キャラも本当に豪絶キャラとかでも今ね身2つ食えるし、友情コンボも2つあって強いんですけど、やっぱ友情1個分の火力ですからね、ほとんどキャラがインフレしてる中なんで、もういいんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね。
まあ、コラボとかもだって、コラボが強い理由は最近重心化だからっていうところも絶対あるんですよ。重心化だからめっちゃ強いって感じなんで。ちょっと使うところ難しいね、このキャラも。強いんですけど、あの汎用性めっちゃ高いですね。いろんなところで使えるんですけど、便利屋さんって感じですね。汎用性は高いけど、ただ、ね、現状ワトソンも強いし、一強にはならないって感じします。ただやっぱ殴り火力ピカイチ、本当に4発分の火力はめっちゃ出るんで、まあ、単純にこの地雷が出ないクエストでも強いんですよね。そう考えると。そこはずるいなと思いますけどね。このキャラの特徴です。強みです。防御力ダウンしました。 SS もまあ結構強いんですけど、まあ、両方とも進化神化ともになんか重いですよね。最近にしては20ターンとかが主体だったと思うんですけど、16とかね主体だったと思うんですけど、ちょっと重いね最近にしては。そして切りが痛いんですけど、ドレインでなんとかなってる感はね、今のところクリティカル出ました。本当に地雷倍率アップのクエストが、まあそんなめっちゃ多くないんですけども、ちょくちょくあるんで、まあ、そこでは強いね。ここの処理とかもやってくれんのかな、SS で。めちゃめんどくさいですね、私も。貫通だと特にやりにくい、これ。ミスった。やっぱ惜しい。ちょっとね、もうちょっとあと30ぐらいだったら届いてましたね、今。足がちょっと遅いなと感じちゃうところはあるね。これはいったかな。いやー、ギリギリ今の。ちょっと足遅すぎるな。普通に加速欲しくなるぐらい。うん。決して速くはない足。これ SS 行ってみるか。行ってみましょうか。倒せるかな。あ、いい感じいい感じいい感じ。さあ包み込んで包み込むというよりも握りつぶしてるもんね、これ。押しつぶしてる感じするよ包み込むって感じじゃない表現が難しいところですけど、あ、握りつぶすって書いたら怖いもんね、これ。近くの敵を握りつぶし、すべての敵を攻撃やったらどんな SS やってなりますけどね。これが一番柔らかい表現だったんじゃないかなと思います。あ、でもシンプルにドレインが地味に活躍するなと思いますけどこれ、うん、常に HP 気づいたら、ま、満タンになってますもんね、さっきから。うん、まあ便利便利、普通に便利ですね。まあ1体入れとかになるのかな。でも本当にガチで周回してる方だったらもういらないってなると思うんですけど、ナユマラにはナユマラにはね、まあ、ナユマラ以外ではやっぱ普通に活躍はあるんで強いんですけど、痛いな。しかしうん、まあまあまあ十分です。あ、飛んでこなかったね、最後は。さあ、回復 SS は一回打ってみるか、どうなるのか、ちょっと試したいですね。どれぐらい出んのか。近くの敵だったら、これ誰に出すんだろう。あ、弾か。なるほどねなるほどね、まあ、このペースではそんなに入らないよという感じですね。そんなにっていうか、ほとんど入ってないですね、雑魚に。しっかり殴ってねって感じ。ただ本当に HP は常にマックスぐらい回復してる。
これでナユタ出てくれたらな、めっちゃ見せれるんですけどね。多分明日ぐらいには絶対、まあ、今日中には絶対誰かナユマラしてる、ナユマラ成功した動画を上げてると思うんで。はい、まあしょうがない、今のは地雷がなくなりましたね、シンプルに。超マイ、超ダメオでもないから全然ワンパン乗ってこないですね、普通だったら。まあワトソンがやっぱ強いな。ナイマラでは、ナイマラじゃない、あの奈落25の奈落、え、これ25か、25の奈落では、まあ、ワトソンが強いなと感じますね、やっぱり。その後のナイターを見るんだったら1体ありかもしれないですけど、まあただ僕ガチ勢じゃないんで、ナイマルガチ勢じゃないんで下手なこと言えないんですけど、あ、でもドレイン優秀ですね、めちゃくちゃ優秀やわこれ。気づいたら HP 全回復するかな、クエシカル出た。はい、まあこんな感じでございました。うん、便利屋さんですけど、まあ近畿25の一強キャラにはならなかった、強いキャラ、適正キャラが増えたって感じだとは思います。はい、そんな感じで使ってみたんですけど、まあ、進化の方がなんかステータス高いですよねこれ。なんなら HP 以外は、そうですね、砲撃型の進化の方が高いんですけど、まあ、神化ちょっと足遅すぎたかなっていうイメージはありましたね、うん、で進化は超 AGP あるんで、やっぱその機動力も高いし、友情コンボもまあ普通に強いんで、まあ、両方とも本当に汎用性が高いキャラではあるんですけど、現状どっかで一強みたいな感じにはならないと思いますね。まあ、つい最近属性限でその三日月宗近が出てね、まあそのノクターンで多分一番強いキャラになるだろうっていうところだったり、まあ、爆絶でのティルナノグとかでもね強かったんで、まあ、結構いろんなところで活躍があったんですけど、今すぐなんかどっかでめっちゃ度活躍するって感じではないような気がしますね、うん、まあ、シンプルに便利屋さん、なんか昔で言うノストラダムスの初登場時ぐらいのニュアンスでいいのかなって感じはしましたけど、まあ神化に今後期待したいところなんですけど、進化もやっぱりねアビティの組み合わせとしては強いんで、まあ、今後何かしらどっちも活躍しそうな気はします。はい、まあ、ただ限定キャラがどん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 最近追加されてるんで、まあ、このキャラたちがどこでどういう風にハマっていくかわかんないんですけども、まあ、増え続けてるからこそ逆になんかなかなか適正来ない可能性もあるんで、まあ、今すぐ引けって感じではないと思うんですけど、まあ、両方とも普通に無難に便利屋さんかなと思いました。はい、以上ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。